いや、鈴木実らずさんよ。インターコンチベルト、おい、挑戦させろや。さあ、中部の挑戦させろのマイクに対して鈴木みどろの返答は椅子。場内からは大真壁コール。鈴木を止めに入っているヤングライオンが1人、また2人。椅子が破壊されている。いやー、とばっちりというか流れ玉かね。さあ、明確な意思表示、いや、これがあまりにも強烈な意思表示とも言えますが、タイトルマッチに向けての回答。